片辺ガイダマシカは、複足類の分類によると、新生複足類、救空類の鬼の角の外城下に分類される小型の海産の巻き貝の戸が、全世界で20種足らずが知られる小さな戸がである。鬼の角の外城下セレチオアイディアの貝殻は、そのほとんどが縦長の塔型をしているが、本家は縦に伸びずに、ラ塔の低いた巻き火のような形から、さらに低く平たく巻いた。 すがのような形をしている。からの軸唇下端には顕著な牙状の構造がある。蓋は薄い角質で円形、多線型。私有遺体で、メスは立派なユランカンオーバダクトを持ち、多数のカプセル状の卵が入った卵脳を生む。オスの生死は、タニシ同様に2種類の多型があってペニスは持たない。殻の先に目がある。装飾性で、 滑藻類やデトリタスをかじり取るほか、海水の吸入、ろ過排出により、軽藻などの微生物も餌とする。モジュラス属は、海藻の上に住み、インドウモジュラス属は、長官体の岩礁や、珊瑚状に住む。青ガザミ族カルネクティーズのカニや、アメリカチヌ属アルコーサーガスの魚類に捕食されることがある。鬼の角が異常化の中では、砂持ツボカスカレオリデイや、 トゲカワニナカティアリデー及びカワニナカプルリケラデーなどの淡水性の貝に分類上は近いことが近年の遺伝子の研究によりわかっている。本家の種は従来モジュラス一族に分類されていたが2014年に以下の四族に分割された。ありがとうございます。